いやー、感謝しております。世の中まだまだ捨てたもんじゃないね。こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、久しぶりの小話シリーズなんですけれども、まあアウトドアチャンネルなんですけどね、たまにね、3割ぐらいの方がね、この小話ね結構楽しみにしてくれてるみたいなんで、ちょいちょい挟んでいきたいと思うんですけれども、今日のお話は某大手メーカーのエアコンをうち使ってるんですけれども、それの修理に来た方がすごい神対応をしてくれたっていうお話なんですけれども、うちね賃貸のマンションなんですけれども、2001年製のね某大手メーカーのエアコンを使ってたんですよ。ですからもう20年ぐらい、もう古いエアコンなんですよ。でもね、全然壊れなくて快適に動いてくれて、まあ主に夏のクーラー機能を使ってたんですけれども、今年の7月ぐらいからですね、なんかスイッチ入れても途中でこうバツッとエアコンが切れちゃうっていう症状が出始めたんですね。で、まあ7月ですからこれから暑くなるぞっていうことなんで、これはちょっと修理頼んだ方がいいなと思って、でも20年前の買ったやつですから、近所にねその好意にしてる電気屋さんもないので、とりあえずメーカーに来てもらおうと思ってメーカーのホームページ調べたんですよ。でそのメーカーのホームページにアクセスして型番をこう入力して調べたら、なんと偶然にもそのうちで使っているエアコンの型番は部品のリコールの対象の機種だったんですね。でよく聞くのがメーカーの修理の方呼んでも20年前ぐらいのエアコンだと、ああこれも部品がなくて修理できませんね、修理不能ですって言われるだけなのに、その方を呼んだがために出張修理費、まあ、5000円とか7000円とか取られちゃうよっていう話をよく聞いてたんですよ。でもリコール対象であれば無料で来てもらえるわけですね。で一応電話で確認して、こういう感じなんですけど無料で来てもらえるんですかって言ったら来てくれると。でそのついでに、実はちょっと調子が悪いところがあるんですけれども修理の依頼っていうのはできるんですかって言ったら、できます、ただ修理は有料ですっていう答えをもらったんですね。なので、早速そこの修理を依頼してメーカーから直接来てもらうことにしたんです。で当日になって、まあ、人のいいおじさん、私よりちょっと少し年上ぐらいの方が来てくれて、あいつもうちのメーカーのエアコンを使っていただいてありがとうございますなんて言われちゃってどうもどうもすいません、よろしくお願いしますって言って、まずはリコール箇所を見てもらったんです。そしたらなんかリコール箇所っていうのはなんか排気口、外につながるその通気口のところが錆びたり緑色吹いたりなんかするよっていうことらしくて、うちみたいに高気密のマンションで使ってる分にはほとんどその症状が出ないんで、ここの部品も綺麗ですね、これはリコールの必要ありませんよって言われたんです。でいよいよ問題のそのスイッチ入れてもちょっと切れちゃうんですけれどっていう話をしたら、その方こう丁寧に見てくださって、で室外機も見てくださって、どうやらね室外機のこの電子制御の基板、これがもうちょっと壊れてるみたいですね。この方はこの基板が最初に壊れるんですよ。どのぐらい使っていただいたんですかっていうから、いやうちはもう買った当初から20年ぐらい使ってるんですよって言ったら、すごくその人ちょっと感動してくれた、そんなに長い間使ってくださったんですかって。でこう開けてみて結構綺麗ですけどこれはって聞かれたんで、偶然にもね最近その業者さんに頼んでエアコンの中をこう清掃するプロに清掃してもらったのがあるじゃないですか、あれをやってもらったばっかりだったんですよ。で実はこういうことで綺麗にしてもらったすぐ後なんですよって言ったら、またその方ちょっと感動してくださって、ああ大事に使ってくださってるんですね。で、そのじゃあ制御盤ってのは交換ができるのかっていう話をしたら、その制御盤っていうのはやっぱり20年前の方ですから、その制御盤自体がもう生産中止になっちゃってる、終了になってる、だから交換っていうのはできないんですよって言われたんですよ。でああやっぱりこれでもうね修理は不能なのか、まあ来てはもらったけれどもこれは買い替えるしかないかなって諦めてたその時に、
その方がちょっと今外の制御盤見た限りでちょっとこうハンダ付けのハンダがちょっと劣化しているところがあるんで直してみましょうかって言ってくださったんですよね。で、そんなことができるんですかって言ったら、ちょっとわからないけれども私長年見てみてここじゃないかなって箇所があるんでちょっと車までハンダの用具取りに行ってで戻ってきますからちょっとやってみますって言ってハンダのね付け直しをやってくださったんですよ。でこんなんで治るのかなと思ったんですけども7月最初ですけれども結構暑い中それも暑いマンションのベランダに出てその方ね30分ぐらいやってくれたんですよそのハンダを。でもうびしょびしょ汗かいて戻ってきてなんかやってみましたとりあえずねここじゃないかなってところをね念入りにつけといたんでとりあえずもう一回エアコンつけてみてくださいでつけてみたらちゃんと動くんですよ。でとりあえず止まらないで動いてもうこっちはねもう大感動ですよ。もう治らない買い替え覚悟でねもう5、6万かかるかなと思ってたんでありがとうございますって言ってじゃあ修理代はおいくらですかって聞きましたらその方は本来私はリコールの係として来てるんであんまりその修理とか専門でやっちゃいけないことになってるんです。それとこの私が今30分ぐらいやったハンダによって完全に治ったかどうかっていうのは疑問なんで今日は修理作業はなかったことにしてくださいって言うんです。こっちとしてはねいやそんなわけにはいきません、直していただいたんですからたとえこれがねまたぶり返したとしても今日の分の修理代っていうのはお支払いしますって言ったんですけれども受け取ってくれないんです。でその方が言うには長い間ねその方のメーカーのエアコンを使ってもらって感謝してるのと最後はこんなクリーニングまでかけてね大切に使っていただいてるんで本当感謝してますって言うんですよ。でさらに今日はリコールの箇所を確認したっていう書類がありますからこれにサインしてください。そして私が修理の作業をしたってことは内緒にしておいてくださいって言うんです。で結構私もね食い下がっていやいやそんなわけにはいや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 っていうねやり取りをしたんですけれども結局その方お金も受け取らず修理をしたという事実は伏せといてくださいって言ってそのリコール箇所をチェックしましたっていうとこだけ私のサインを求めてそして帰っていったんです。でその後ね何度も操作してますけれどももしこの動画何かの拍子でその修理に来てくださった方見てくださってる確率低いと思うんですけどもしそういうことがあったら今も無事にちゃんと動いております。本当にその説はありがとうございました。もし壊れてもねまたその御社のエアコン買いたいと思います。本当にありがとうございました。というわけでね今日はね大手のメーカーの修理の方が来てくださってものすごい神対応、ね、エアコンは治るわ料金は取らないわ、ね、感謝のお礼まで言っていただけるわっていうね本当に世の中まだまだ捨てたもんじゃないなっていうお話でした。それではねそろそろ9月いっぱいで、緊急事態宣言もねとりあえずは解除になるということなんでねいよいよね秋山のねご褒美登山出かけるかなと思って、楽しみにしています。それではまたハウトゥー動画かバイク動画かご褒美登山動画でお会いしましょう。さよなら。